部活強制、ライン入り靴下禁止、お団子ヘア禁止。男子生徒に人気の髪型、頭の側面を刈り上げた2ブロック。直近の週末に切ってきた感じです、はい、北広島市の高校です。去年まで2ブロックを禁止する校則がありましたが、この春からは取りやめ、生徒の判断に委ねることにしたのです。ルールでこうずっと縛りつけてるっていう時代では今ないので、各自がしっかり考えて行動できる、そういった人間になっててほしいなというふうには思ってます。時代に合わない理不尽な校則、ブラック校則。 STB ニュースのアンケートには多くの体験談が寄せられました。下着の色は白以外禁止という謎の校則があった。息子は地毛が茶色なのに黒く染めてこいと言われました。一般社会のルールと学校社会のルールって感覚って言えばいいんですかね、のズレがあるんじゃないのかなと。でそれが今やっと変わり始めたよみたいなところで一気に動き出すんじゃないのかなと思っています。広がりつつあるブラック校則の見直し、時代に合った校則の形とは。こんにちは、給食ひろみです。4月に新しく学校に入った1年生たちもそろそろ新しい生活に慣れてきた頃ではないでしょうか。大人になった皆さんも多かれ少なかれ校則については思い出があるかもしれません。今日はその校則について考えていきたいと思いますが、今時代にそぐわない理不尽ないわゆるブラック校則を見直そうという動きが広がっているんです。北広島市にある高校を取材しました。11番です。新学期が始まった北広島市の高校です。始業式の後、恒例の身だしなみ点検が始まりました。ちょっと待って、襟が長い、後ろ後ろちょっと上上げときゃあんです。ネクタイちょっと上げとき。そんな中、今年はある変化が。校則がちょっと変わって、先生からも OK 出たので、そこで入れました。実はこの学校では去年まで校則で2ブロックが禁止されていましたが、今年度からは OK になりました。ルールをただ守らせるのではなく、生徒自身が考えて行動してほしいと校則の改定に踏み切ったのです。2ブロック禁止っていうのの理由を先生に聞いたら、危ないことに巻き込まれないためっていうのを聞いて、なんかちょっと偏見なのかなって思ったりして、今回見直されてよかったのかなって思います。校則について街の人からは様々な意見が聞かれました。社会人に出た時にメイクって多分当たり前にすると思うので、やっぱ高校でも別にしてもいいのかなって。白髪染めみたいにしてたんですよね。そしたらそれが染めてるっていう感じで問題になって、先生に頭を押さえられて、こんな調べられて、そこまでいったらもう人権の侵害じゃないのかなと思ってびっくりしたことがありました。はい、最後の街中で聞かれたお話というのは本当に人権侵害に当たるんじゃないかと思ったっておっしゃっていましたが、生徒の心に傷を残すような校則というのはどうなのかなというふうにも思ってしまいます。さあ、 STB ニュース北海道では皆さんにブラック校則があったかどうかアンケートを取りました。ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。さあ、その結果がこちらです。ブラック校則があると答えた方が 65%、 ない、もしくはなかったと答えた方 35% となりまして、ある、もしくはあったという方が圧倒的に多くなりました。ブラック校則、何をもってということはありますが、まあ、これに関しましては、受け取る側がブラック校則だと感じたら、もうそれはブラック校則というふうにカウントしていいのではないかと思います。コメントもいただいております。具体的にどのような
校則だったのかということを教えていただきました。ごくごく一部になりますがご紹介していきましょう。私の時は髪を染めたらダメ、アクセサリーはダメ、携帯ダメ、カーディガンダメなどなど厳しかったです。続きまして、私立の女子校で学校指定の革靴を履いて通学していました。夏に暑くて母が用意してくれたメッシュの靴下を履き学校に行ったら停学になりました。もちろん母も自分が娘のために用意したと反論し、謝っても無理でしたということです。そしてこちらは保護者の方が書いてくださったんですね。息子は地毛が茶色なのに黒く染めてこいと言った中学でした。中学校でそのように言われましたと。何度も地毛というのが疲れたので黒染めをしたことがあります。そしてうちの高校は恋愛禁止、男女の接触禁止でしたという校則もありました。年代までは書かれていませんでしたので、いつの時点の校則なのかということは分かりませんけれども、もしかしたら今はもうすでに変わっているかもしれません。こうして他の学校の校則を聞いてみて、そんなのがあるんだとびっくりする方、きっといらっしゃったのではないかと思いますが、ちょっとご紹介したいのがこちらのサイトなんですね。全国校則一覧、全国校則一覧といいまして、今このような全国の校則を公開するウェブサイトを立ち上げて校則の見える化を進めている現役高校生がいるんです。なぜこのような活動を行うのか、現在高校3年生である神谷光平さんにお話を伺いました。全国校則一覧、端的に言うとどんなサイトですか？全国の高校の校則が、一覧で見ることができる、比較して見ることができます。なぜそれが必要なんでしょうか？高校に入るまでってやっぱり校則を知る機会ってあまりないと思うんですよね。校則で悩まされちゃったりとか、違和感だったり疑問だったりとか思うぐらいだったら、高校に入る前にその部活動とか進学実績とかと並んで、やっぱり校則っていうのも一つの比較材料というか検討材料の中に入れられることができる。これはちょっとって今まで思ったような校則って何かありましたか？校則が厳しいなって思う学校って、もう一つ一つのルールが本当に細かいんですよね。細かくてなおかつ数が多い、制限が多い、まあ一般的に言うブラック校則だったり、校則が厳しいなって思ったりとか、そういうふうに捉える方が多いんじゃないのかなっていうふうには思います。令和のこの時代にあった校則のあるべき姿はどんなものだというふうに神谷さんは考えますか？一番あるべき姿としてあってほしいなって思うのは、やっぱり校則を変える校則、校則の改定規定がある校則が導入されるべきなんじゃないのかなと思っています。今までは先生だけで決めてきたりとかしてたと思うんですけれども、生徒の声だったりとか、ちゃんと聞く機会だったりとか、地域の方々だったりとか、保護者だったりとか、先生だったりとか、そして生徒だったり、例えば4社で話し合いの機会を持つことができたりすれば。はい、神谷さんがこういった活動を始めたきっかけというのが、中学時代登下校時に白い靴を履かなければならないという校則があったそうなんです。で、先生にそれを疑問に思って、なぜこういった校則になっているんですかと聞いても、明確に納得できるような答えが返ってこなかった。で、そこでこの校則を変えたいと思った時に、自分の意見を押し付けるだけではなくって、他がこうなっていますよ、比べて示すことが大切だと感じた、その思い思いが原点にあるそうなんです。文部科学省もですね、去年の8月、生徒指導のガイドブックとなります生徒指導提要というものがあるんですが、これを12年ぶりに改定しました。その中で校則について、普段から学校内外の関係者が参照できるように、学校のホームページなどに公開しておくことが適切であるという考えを示しています。また制定から一定期間が経過した校則について、意義が適切
に説明できないような校則については絶えず見直しを行うことが求められるなどと言及しています。また道内でもこういった校則見直しの動きというのは進んでいます。北海道の教育委員会が去年実施した調査では道立高校の 78% が2019年から20年度にかけまして校則の見直しを行ったと回答しています。さあ、その見直しの主なものを見ていきましょう。内容がこちらです。ジャージ着用のまま下校することを許可した、部活の後なんかはその方が楽であったりもしますし、北海道寒冷地ということも考えに考慮に入れているかもしれませんね。そして校内でのスマートフォンの利用を許可したというものもあったそうです。また自動車学校の入校時期を緩和したというものもあるそうです。これは今推薦入学入試のあり方なども変わっているということも時代に合わせて変えてきたということもあるのかもしれません。この時代に合った校則の改定を行うということが非常に重要視されているわけですが、その改定のためには子どもたちの意見を反映して議論する機会を設ける、これが求められていると思います。VTR で取材させていただいた学校の教頭先生の言葉が印象的でしたね。ルールで縛る時代ではなく自分で考えて行動できる人間になってほしい、教育の在り方として、こういった姿勢が今求められているのではないでしょうか。ウィサーチ北海道、今回は校則を取り上げました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。